いる？って、あれ？世界にこんな場所あったっけ？見たことないところだね。エナ、みんなも、どうしたの？おう、リン、ミクも。ちょうどラフが落ち着いたところだから、息抜きに来たんだけど、なんか変だなって思って。ミク、この場所って。私たちも、最近見つけたの。もしかしたら、真冬か、奏たちと一緒にいろいろ経験したことで、行けるようになったのかも。そうなんだ。それより、ラフできたって、本当？あ、うん。いろいろあったし、結構待たせちゃったけど。この間、ようやくできたんだ。そうそう。ようやく MV も動き出せるよ。まあ、ごめんってば。でも、すごくいいラフだったよ。曲に合ってるし、これ以上のものはないって思った。ありがとう、かなで。すごく苦しい思いもしたけど、私、絵画教室に行ってよかったって思ってるの。そうなの？うん。勉強になったのもそうだけど、覚悟できたっていうか、今まで逃げてた分、これからちゃんと絵と向き合おうって決めたんだ。エナ。みんな、心配かけちゃってごめんね。リンも、ありがとう。リンが来てくれて本当に助かったよ。あの時の私、いっぱいいっぱいだったから。別に、何もしてない。心配もしてないし。でも、今のエナが、どんな歌を歌うのかは、聞いてみたい。え？私も、きっと、今のエナなら、前とは違う思いが生まれてるはずだから。そう、なのかな。じゃあ、みんなで歌ってみる？もちろん、リンも一緒に。え？なんで私？私がリンと歌いたいの。いいでしょ？それなら、わかった。ふふ。じゃあ、みんなの歌、聞かせてもらうね。うん。ありがとう、ミク。みんなも、聞いてくれると嬉しいな。行くよ。ノマド。Thank you.
なんだか、ちょっとすっきりしたな。みんな、すごく良かった。それに、エナの思いが、伝わってきた気がした。そう?でも、私も歌えてよかった。今の思いを、なんていうのかな。胸に刻みつけられたような気がしたし。ねえみんな。私、画力も表現力も、今、足りてないと思う。だけど、奏たちが作った曲を、ちゃんと表現できるように勉強するから。もう少し、待っててもらっていい?私は、待たされてる自覚なかったな。エナはいつも、いい絵を描いてくれるから。僕も!ニーゴの絵は、やっぱエナじゃなきゃなって思うし。エナの絵だから、僕もいい MV を作らなきゃって思えるしね。かなで、みずき。曲のためになるのなら、何でもいい。はいはい。あんたはそう言うと思って。でも、エナの絵を嫌だと思ったことはないよ。え?だから言ったじゃん、エナ。みんな、エナの絵が好きなんだよ。ありがとう。ねえ、動画ができたら、見せて。エナがどんな絵を描いたのか、気になる。私も、見たいな。了解。リンたちに見せるために、超特急で作んなきゃね。じゃあ、そろそろ戻ろっか。動画ができたら、また来るよ。ありがとう、かなで。じゃあね、バイバイ。動画、楽しみだね、リン。うん。ねえ、ニック。この世界にいるのは、暇だし。待ってるのも、そわそわする時があるけど、みんながこうやって笑ってくれるなら、ちょっとだけ、悪くないって、思う。そうだね。